はい、皆さんこんにちは。今回は神奈川県横須賀市にある三笠公園に来ています。三笠公園は京急横須賀中央駅から徒歩15分ぐらいにあるところです。この三笠公園にある三笠桟橋から東京湾唯一の自然無人島、今回はこちらの方に行ってみたいと思います。こちらの船で約10分から15分かけてその無人島猿島に渡っていきます。この360度海に囲まれた小さな島には魅力がたくさん。島は小さいのですが、海水浴にバーベキュー、釣り、歴史散策といった魅力がたくさん詰まった島です。この猿島には無人島猿島探検ツアーというガイドがついた30分で島を案内してくれるツアーや、そしてもう一つ、猿島公園専門ガイド協会というボランティアの方々がやっていらっしゃる、さらに詳しく知りたいという方のためのツアーがあります。こちらは約90分で島内を詳しく回ってくれます。ただこの2つのツアー、受付がちょっと分かりづらいのか、探検ツアーと、ボランティアがやってるツアー、こちらの違い、どちらがどちらか分かりづらいので、よく確認してから申し込んだ方が良さそうです。ちなみに30分のコースはこの船の乗船前に、島に渡るチケットと一緒に買うことができます。そしてより詳しいツアーをご希望の方は予約もありますし、当日の受付ガイドツアーもあります。こちらは午前11時と午後1時の2回。また天候などにより変わることもありますので、詳しくは猿島のホームページをご確認ください。島へまでは十数分。この十数分の間に外を出て東京湾を見ていると、数々の船が往来しているのがわかります。船内で暖かくゆっくり過ごすのもいいのですが、こうしてデッキに出て周りの船を見るのもこの船の楽しみの一つです。横須賀は軍港が近いので、こうした軍艦、ちょっと番号見えなかったので何の船かわからないですけれども、こうしたイージス艦が、今何か作業をしているようですが、こうした姿も見ることができます。さて、見えてきました猿島、周囲 1.6 キロほどの島で猿はいません。ではこの島、なぜ猿島と呼ばれているのでしょう。それは1253年5月、日蓮聖人が千葉県側から鎌倉へ渡る途中にこの海を通っていた時に嵐に遭ってしまいます。その船の進む方向さえわからなくなった時、一匹の白い大きな猿がこの島へ案内したという伝説によるものです。この他にも猿島には伝説がいくつか残っています。角なしサザエ。米ヶ浜へ上陸するとき、日蓮聖人を背負った船頭がサザエを踏んでしまいます。血にまみれている様子を見た日蓮聖人はお経を唱えたところ血が止まり、それ以来この近くの海のサザエの角がなくなったと言われています。日蓮聖人とアワビ。日蓮聖人の乗った船が岩礁に接触、船底に穴が開いたとき、一心不乱に祈ったおかげでアワビが穴を塞ぎ事なきを得た。春日神社の大蛇。明治17年まで猿島にあったこの神社の大祭の前後には、毎晩上総の鹿の山から大蛇が泳いできて、この神社の守護神として北側の洞窟に住んでいました。なおこの洞窟は江ノ島の岩山で続いていると言われています。さて、そんな話をしている間に上陸していました。こちらはビジターセンター。各ツアーはこちらで受付することができます。ではいよいよ島の中の方へ進んでいきたいと思います。猿島は主に戦争遺跡の島でもありますので、ここからはそうした説明を多く入れていきたいと思います。こちらは発電所。この建物は蒸気機関による発電所として明治28年に完成しました。建物の構造はレンガ積みだけで自立した壁と木造キングポストトラスという小屋組みの屋根で構成されています。建物内部には機関室と発電機室、
石炭庫があり、機関室の下には蒸気機関で使う水を貯めていた地下水槽の存在が明らかになりました。ここで作られた電気は建物の裏から切り通しを伝って島の中央部高台にある照明所に送られていました。敵からの発見を防ぐためレンガ積みの壁はモルタルで塗られ、煙突の高さも木の高さを超えないよう低い煙突になっています。こちらの発電所、猿島の電気を賄うため現在でも発電所として使われています。発電所裏の山の上にあるこちらの穴、発電所で作られた電気はこちらの穴、この穴から電線を通し、そしてこの切り通しの手前にあるこちらの溝、この溝を通り、そしてこの先の壁、こちらですね、こちらの土管の中に電線を通し、各所へ電気が送られていました。しかし猿島の地質は非常にもろく、土管を通してもすぐ崩れてしまうそうです。なのでこの壁面に石を埋め込み、そこに穴を開け棒を刺し、電線を引っ掛けていたそうです。こちらの穴がその石が入っていた跡になります。さて、猿島一番の見どころ、切り通し。猿島といえばこの景色を想像する人が多いのではないでしょうか。この切り通しは人の手で作られた切り通し、そしてその途中にあるこの構造物、こちらには窓がありますので、こちらですね、左右の窓がありますので、こちらは兵舎。島の中にはいくつか弾薬庫と兵舎の跡がありますが、その見分け方は入り口の左右に窓がついてるかついてないか、こちらのついていない構造物は弾薬庫になります。左側にもこちらの入り口、小さい入り口がありますが、こちらはちょっと後ほど説明させていただきたいと思います。そしてもう一つ見ていただきたいのがこちらのレンガの積み方、横に長短長短、長い短い長い短いというふうに積んである、こちらはフランス積み。このフランス積みの積み方に対して反対側にあるこちらの構造物、こちらはトイレになりますが、こちらの積み方を見てみましょう。こちらは横に長長長、下の段短短短、こちらはイギリス積みと言います。明治時代に入ってきたこのイギリス積みですが、その後このイギリス積みが主流になり、フランス積みは徐々に衰退していきました。このフランス積みからイギリス積みに切り替わった時代に建てられたこの猿島要塞、この積み方が同時に見られる場所としては大変貴重な場所、それが猿島です。ここで猿島に使われたレンガについてもう少し詳しく説明させていただきます。この猿島要塞で使われたレンガは、そのほとんどが愛知県の旧武士たちによって作られた高品質のレンガです。その積み方は明治初期に用いられたフランス積みで、本格的なレンガ積み建造物としては歴史上極めて価値のある貴重な存在であります。日本でのレンガによる建築は幕末の長崎に始まり、文明開化とともに全国に広がりました。しかしそのほとんどが地震や老朽化によって失われてしまいました。近年の日本建築学会の調査によると、明治20年以前のレンガ建築物は現在22件が確認されているのみ、猿島の要塞跡もその一つで、明治時代中期に建造されました。このレンガの積み方は大きくフランス積みと明治20年頃から主流になったイギリス積みに分けられます。この猿島要塞はフランス積みによるものがほとんどで、フランドル地方、ベルギーからフランスで発達したため、正式にはフランドル積みと言います。フランス積みのレンガ建造物はもともと数が少なかったこともあり、この要塞も含めて全国で4件が確認されているのみです。このように猿島の要塞跡は
エキゾチックな雰囲気もさることながら、建築史上とても貴重な建築物と言えます。さて、あの角を曲がると見えてきます、猿島のトンネルです。さて、こちらの弾薬庫の小さな入り口、こちらは何のために使われていたのかというと、この弾薬庫、見ての通り暗いので明かり取りのために使われていました。弾薬庫の壁にはこのように穴が開けられ、この小さな通路とつながっています。この窓には当時ガラスがはめ込まれていて、この明かり取りの通路にランタンを置いて光を取っていたそうです。こちらは弾薬庫なので、ランタンの火が弾薬庫に燃え移らないようにガラスがはめられていました。砲台跡。日本が鎖国をしていた19世紀中頃、江戸幕府は異国船の江戸湾侵入を防ぐために全国初の台場を猿島に建設しました。以来猿島は要塞の島として歴史を歩み始めました。やがて明治時代中期、明治政府は東京湾の守りを固めるために猿島に砲台と要塞を設けました。砲台には敵国の戦艦を迎え撃てるようフランスから輸入したカノン砲が配備されました。しかし海から空へと戦法の主流が急激に変化したことなどにより、実戦で使われることはありませんでした。その後しばらくの間、猿島は軍事拠点としては忘れ去られていましたが、第二次世界大戦の激化とともに戦運が本土へと迫り、再び防衛施設として活躍されることになりました。昭和16年頃より鉄筋コンクリート製の円形の砲座が5座作られ、その上には広角砲が配備されました。これが現存する 12.7 センチの広角砲の砲台跡です。広角砲は終戦を迎えるまで空に向かって火を吹き続けましたが、終戦とともに進駐軍に解体され、砲台だけが残されました。
さて、今回の猿島の動画いかがでしたでしょうか。歴史や自然、ちょっと非日常を体験したい日に行ってみてはいかがでしょう。では今回の動画はこの辺で、もしよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。